ほーら。早く話してほしいならキスするしかないよ。長月くん。俺はしばらくどうするか葛藤し、とあることを考えつく。真白、甘えたいならそう言ってくれたら俺はいつでも甘えてもらっていいのに。ち、違う。今日は長月くんが私や真白ちゃんに甘える日で、私は、別に、甘えたいとか思ってないし、私は、真白ちゃんと違って、甘えたい時は普通に言うし。え？なんか急に飛び火してきたんだけど。ほら。早く話してほしいならキスするしかないんだよ。彼氏さんはどうするの？なしろ、助けて。キスすればいいんじゃ？自分のことじゃないからって。今の状況がなしろだったらめちゃめちゃ緊張してたくせに。うん、そりゃ緊張しますが。むう。疎外感。今日の長月くんの彼女は私なんですけど、彼女が抱きついてるのに、彼氏さんは無視ですかそうですか。俺がキスしたら離れちゃうんでしょ？それはそれで寂しいからしばらくはこのままでいいかな。こういう時のましろは俺が反撃するとわかりやすくうろたえるからよかった。それはそうとして俺の理性もつかな。意地悪。それはお互い様ってことで、この後キッチン借りて料理するけど。どうする？ましろ。手伝う。あり。ありがとう。俺が手伝ってくれると言ったましろに感謝を伝えようとした時、ましろは俺の服に顔をうずめ、俺は少し言葉が詰まった。キスは後でしてもらうから。わかりましたよ、彼女さん。そういえばさ、真白と千秋って時々お互いのこと彼女さんとか彼氏さんって呼ぶけど、それってなんでなの？その場のノリ。ああ、納得。それから数時間後、あれ？真白は？先お風呂入ってくるって。なんなら千秋も一緒に入ってきたら？そうするよ。って俺が言ったらどうするんだよ。自分の家なのにクソ気まずくなるね。でもまあ、それしても真白は怒らないし、幻滅もしないと思うよ。というと？ほら、真白って私の妹とは思えないくらいにはしっかりしてるしさ。私含め人にあんまり甘えないけど、千秋には素直。ではないか。でも甘えてるから、真白の中での千秋は、私とか両親とは別な感じに特別な相手だと思うんだよね。も。もちろん。私も千秋のこと。と。特別な存在だと思ってるから。そこで照れるのはさすがな真白。まあ。俺もな真白のことも真白のことも特別だと思ってるよ。割と結構本気で。千秋ならそう言うと思った。多分私も真白も千秋のそういうところに惹かれたんだと思う。嘘が下手で、底なしに優しくて。ちょっと意地悪で、でも優しい。おかえり、真白。ただいま。何話してたの？私たちはお互いにお互いを特別な存在だって思ってるって話。へえ。もちろん私も真白ちゃんのことも長月くんのことも特別だと思ってるよ。うん、知ってた。そんなやりとりをした後、何事もなくこの日は過ぎた。それから数日後の放課後、俺はなしろとましろに話があると、俺の家の近くの公園に呼び出されていた。深刻そうな顔だけど。話っていうのは、俺は公園のベンチで座っていたなしろとましろを見つけ近寄り、開口一番そんなことを聞く。その、私たち最近、別々の人に告白されたんだけど、もしかしたらストーカー、されてるかも。俺が想像してた話とはだいぶ違った。いやごめん、バカにしてるとかじゃないんだけど。てっきり、二人に振られるのかと思ってここに来たから。ちょっと安心した。なしろとましろは全く安心できてないだろうけど。振るなんてそんなことしないよ。私たちから告白したんだし。それならよかった。それで、ストーカーされてるって思うってことは、何かしらあったってことだよね。話したくないことは話さなくていいから、俺に言えることは教えてほしい。相手の名前がわかれば手っ取り早いんだけど。その、告白された時に言われたことなんだけど、私は、姉の方は彼氏いるんだから、俺と付き合ったら仲間外れにならないぞって。私は、妹の方は彼氏いるらしいから、僕と付き合ったら妹と一緒にダブルデートとかできるよって。放って言い方もかっくな。ん？なしろとましろの彼氏って言われてるのってもしかして俺？うん。現に私たちの彼氏だし。わーお。ここであれか。なしろとましろの二人と付き合って初めて出た問題か。そりゃそうだよな。双子の二人と一緒にいて付き合ってるってなったら。普通に考えたらどっちかと付き合ってるって判断になるよな。うん、なしろとましろが彼女ってのが当たり前になりすぎてなんかちょっと感覚まひってた。ごめんね、迷惑かけて。私もごめん。うん、迷惑なんて思ってないし、恋人なんだから迷惑くらいかけてよ。話の流れ的に、なしろもましろもその告白断ったけど、後つけられたりなんなりされた感じ？うん、私の方は偶然かもしれないけど、告白されてからよく学校内であったり、千秋がいない時に後つけられたり、私は不意に人のいない教室に連れ込まれそうになったり、なしろちゃんと同じでつけられたり。告白断られたんだから潔く聞けばいいのに。恋人がいるって断ったのに、それでも全然引いてくれなくて、
私はいざとなれば、殴るなりできるっちゃできるけど。真白はそうもいかないし、相手が割と危なそうなんだよね。一応ダメ元で聞くけど、先生たちには気のせいじゃないって。わかった。俺がどうにかしてみる。俺がなしろとましろの二人と付き合ってるって言えば済みそうな話だし。うん、ありがとう。そしてその日はなしろとましろを家まで送り届けた。翌日、俺が昨日の件をどう解決しようか考えていると、授業中にもかかわらず屋上のドアが開いた。で、渡来姉と付き合ってるやつってお前だったのかよ長月千秋。渡来姉って、通じるけどさ、名前で呼ぶくらいしてくれない？なしろとましろの名字呼ばないから一瞬誰ってなったし。お前のせいで妹の方が俺と付き合ってくれないから、お前さっさと姉の方と別れてくんね。うん、嫌かな。は？こんなに頼んでんのにか？うん、ましろはあんたみたいに人を自分勝手に傷つけるやつと付き合わせるのは嫌だし、俺とこいつは初対面じゃない。去年、いろいろあって殴り合いの喧嘩をしたことがある。付き合わせるのは嫌って、お前に何の権利があって俺の恋路を邪魔すんだよ。だって俺、ましろの恋人だから。は？お前が付き合ってるのは姉の方だろ？俺が言ってんのは妹の方だぞ。間違えるとか頭悪いだろ。まあ、俺の頭が悪いのは否定しないし、あんたが言って信じるかは知らないけど、俺はなしろとましろの二人と付き合ってるから。は？一緒。何言ってんだよ。常識的に考えて恋人は一人だろ。二人と付き合うとか浮気かよお前。さすが偽善者だな。どうとでも。平気で人を傷つける奴に常識をほどかれても。ああ。やっぱお前去年からムカつく奴だと思ってたんだよ。お前のせいで自宅謹慎になったし。俺も一週間謹慎だったし、あれはお互い悪かったでいいだろ。俺はなるべく穏便に済むよう話を続ける。第一なんでお前なんだよ。なんでか。そういえばなんでなんだろ。俺がそんなことを考えていると。なぜか目の前の男子生徒に思いっきりぶん殴られた。い。もしかしてあれか。あの双子って喧嘩強い奴が好みか。なら。去年の借りを返すついでに、あの二人も俺がもらってやるよ。はぁ？穏便に済まそうとこっちはしてるのに。そっちがその気ならいいぞ。その喧嘩買ってやる。だけど忘れんなよ。お前が先に殴ってきたんだからな。それからあと、職員室でこっぴどく叱られ。荷物を取りに教室に戻ると。千秋喧嘩したってほんと？しかもその相手って私に告白してきた人なんでしょ？話が早いことで。まあうん。喧嘩はした。相手は真白に告白してストーキングしてたやつ。穏便に済ませようとはしたんだけど。まあ。喧嘩売られて。去年見たく自宅謹慎になった。二日だけだけど。ごめん。本当にごめんね。私が長月くん頼ったから。だから気にしなくていいって。俺あいつ気に入らなかったし、これで真白に近づかないと思うから。俺としては一石二鳥って感じ。普段の素行が悪い俺でも二日の自宅謹慎で済んだのも、ある意味先生たちの運情だし。あっちは確かに、三週間らしいし。でも、千秋今から帰るんだよね。うん、今日から二日だからね。じゃあ私も千秋の家行くわ、私も。断ってもそれはそれで不安にさせるし。わかった。そうして俺はなしろとましろと共に、俺の家へと帰るのであった。